外国語教育とは外国語を習得させることを目的とした教育の総称。母語習得が入児期以降に養育者をはじめとする周囲の環境の中で自発的に起こるのに対し、外国語習得には習得者の目的意識を持った知的営意として行われる点で大きな違いがある。以前は初等、中等教育における外国語教育は英語教育と相場が決まっていた。 日本教職員組合が初等教育からの英語教育を闘争目標に掲げようとしたことがあるが、なぜ英語なのか、むしろ隣国の言語である韓国語を教えるべきではないのかと異論が出され流産した。しかし、文部科学省は2001年以降英語教育の強化方針を打ち出しており、2002年度以降、総合的な学習の時間の中で、 試験的に英語教育を行う小学校が増えているほか2003年4月には群馬県大田市が大田市外国語教育特区として認定を受けた。これを受けさらに2005年度からは小学校英語活動地域サポート事業を開始し選定した小学校での英語教育の取り組みを支援している。2006年3月27日 中央教育審議会外国語専門部会が小学校における英語教育の必修化に言及した審議状況報告をまとめ、マスコミで大きく報道された。こうした英語の早期教育方針に対しては、早期からの多言語教育は母語習得に干渉するため、どちらの言語能力も従前に発達しないばかりか、統合された人格の形成に悪影響を与える英語。 唯一の国際言語とみなす英語帝国主義を助長する教員の確保など教育現場が混乱するなどの批判がある。他方、英語以外の外国語教育を実施している初等、中等教育機関は多くない。一部の私立学校や高等学校が中国語、韓国語を開校している程度である。これらの言語は、 大学入試センター試験において選択可能であるが、英語以外の言語を採用する大学は多いとは言い難い。なお、長崎県津島市での韓国語教育、北海道根室市、稚内市でのロシア語教育など、近年では地域性を考慮したカリキュラムを設定するところも増えつつある。専門学校や高等教育機関である大学においては、専門分野に応じて、 高等学校レベル以上の様々な外国語教育が行われている。具体的には学生は第二外国語として国語と英語以外の語学を教室において学習している。原則的に日本の学校で外国語教育を行う場合、小学校、中学校、外国語、高等学校、外国語の教育職員免許状が必要となる。中学校、 高等学校の教育職員免許状は、それぞれの外国語ごとに発行され、には、それぞれの外国語名が入ることとなる。小学校小学校の教員免許状取得のための単位を習得する必要がある。小学校教員を参照。免許取得条件に、英語以外の語学の履修は必要ないため、指導する対象の語学の単位自体は要求されない。 教員免許取得の条件に大学、または短大の卒業が含まれているが、第二外国語の履修は必ずしも必須ではないため、免許取得時点で英語以外の何らかの語学について何も履修していない場合もあるが、特に問題はない。ただし、2000年以降大学入学者の教職課程履修者に課される、試行規則第66条の6に定める科目の中で、 外国語コミュニケーションに単位の習得が必要となっている。一般的には、英語を設定する大学が多いが、他の外国語との選択制にしている大学もある。中学校、高等学校日本で中学校及び高等学校、外国語の教員免許を取得する際には、教育職員免許法施行規則第4条及び第五条に基づき、次の内容を含む科目を、 規規定単位数以上履修するる必要があるなお思考規則では英語以外の外国語の教科に関する科目の単位の習得方法はそれぞれ英語の場合の例によるものとするとあり本節では英語の規定に従って記載している英語の教員免許状については英語教育も参照この他に第6条第4欄に規定されている各教科の指導法として 各言語の指導法の単位を履修する必要がある。中学校、高等学校、外国語の教員免許は、教員養成系や文学、語学系の多くの大学で取得可能であるが、どの言語も英語ほどは多くない。また、通信教育の場合、2011年現在で習得可能な外国語は英語と中国語のみである。大学によっては、 教科に関する科目で履修する科目の一部で、思考規則66条の6に定める科目の外国語コミュニケーションに規定する科目と共通にしているケースもある。また、規定上の内容は以下の通りであるが、対象の言語ごとに教科専門の単位が設定されており、互換性はない。ただし、2012年から英語以外の選択をする受験生は、 事前届出が必要となった。教育職員免許法施行規則大事上 e g a 法令検索。総務省行政管理局。2019年12月28日閲覧。文部科学省、中学校、高等学校教員の免許資格を取得することのできる大学及び、私立大学通信教育協会、取得できる教員免許上一覧。ありがとうございます。